ミッションビエホはアメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍南部のサドルバックバレーにある都市である。モーガンクイットノーによる2007年犯罪統計調査でアメリカ合衆国の最も安全な都市にランクされた。2009年の CQ プレスではカリフォルニア州で第1位、全米で第3位の安全都市とされた。 国内で一つのプロジェクトとして建設された計画都市では最大級のものと考えられ、その大きさで並ぶのはコロラド州ハイランズランチくらいである。2010年国勢調査での人口は93,305人となっている。ミッションビエ法はその性格からも文化的にも郊外都市である。市域内には多くの事務所や事業所があるものの大半は住宅地域である。 大変多くの一戸建て住宅といくつかの集合住宅があり、2年生のコミュニティカレッジと地域ショッピングセンターのショップスアットミッションビエホがある。ミッションビエホという名前はスペインによる大きな特許土地だったランチョをミッションビエホから来ており、そのランチョの中に町が作られた。スペイン語で古い伝道書を意味するが、市内にスペインの伝道書が残っているわけではない。 また、スペイン語の男性形容詞を女性名詞につけて、使うという文法的誤りを犯している。正しくは、ミッションビエ派となるはずであるが、地名自体が英語化しているため厳密には誤りで、あるとは言いにくい。ミッションビエ派は、丘の多い地域であり、農場としてほとんど使われなかったので、主に牛と羊の放牧場だった。その地形的な複雑さのために、 オレンジ軍の中でもほとんど都会化されない最大級の地域だった。この土地をメキシコ人のジョン・フォスター、メキシコ名ではドン・フアンが購入した。米牧戦争の間、ジョン・フォスターがアメリカ合衆国軍に気の良い馬を供給し、これがサンディエゴからの航軍に使われ、ロサンゼルス市を取り戻すことができた。1960年、初期の土地開発者はミッションビエホの土地を単に、 開発不能として処理してしまった。都市計画者で後にアーバインカンパニーの社長になったドナルド・ブレンがマスタープランを作成し、渓谷に道路を、他に家屋を置き、地域の地形に合わせた計画とした。この計画がうまくいき、1980年にはミッションビエホ市の大半が完成した。1970年代後半と1980年代に、 住宅の需要が高かったので、家を建て始める前でも建設区画が売り切れることが多かった。これらの家屋とショッピングセンターは、アドビのような化粧漆喰壁と筒瓦の屋根を持つ、スペイン伝導所様式で、ほとんど均一に設計された。ミッションビエホの多くの地点は、ドナルド・ブレンが、スペイン建築に傾倒していることの最初かつ、最大の権限だった。ドナルド・ブレンは、 アーバインとニューポートビーチ郊外の開発計確立案者でもあった。その会社は業態を拡大し、アリゾナ州天日のレイクスプロジェクト、コロラド州のミッションビエホオーロラを建設することになり、やはり、ベンバー都市圏の郊外であるハイランズランチの最初のマスタープランも制作した。ミッションビエホ市の市長はデザイナーで、元市民のカール・グラス・フォードがデザインし完成させた。ミッションビエホは、 北緯33度36分46秒整形117度39分22秒、北緯33.61278度整形117.65611 11度、33.61278-117.65611に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は19.0平方マイルであり、このうち陸地は18.7平方マイル。 水域は0.4平方マイルで、水域率は1.94%である。水域の大半は、オリンピアード道路からマルゲリートパークウェイに沿って、アリシアパークウェイまで約1マイルにわたって伸びる、人造湖、ミッションビエホコである。ミッションビエホ市は、北西にレークフォレスト市、北東にトラブコキャニオン、東にランチョサンタマルゲリータ市とラデラランチ、南にはサンフアンカピストラーノ市、 西にラグナニゲル市とラグナヒルズ市と接している。ミッションビエイホはアカンソ草気候と地中海性気候の境目にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミッション病院がオレンジ郡南部で最大の病院であり、地域トラウマセンターとして機能している。ここには2カ所あるオレンジ郡子ども病院の一つもあり、小児医療を行っている。 レクリエーション活動は豊富である。新しく改装されたノーマンピーマリー、地域社会高齢者センターのようなレクリエーション地が多くあり、1平方マイルあたり、約2つの公園がある。ゴルフコースは、ミッションビエホカントリークラブ、カスタ、デルソルゴルフコース、およびアロイオトラブコゴルフクラブの3カ所がある。市の中央に、人造湖のミッションビエホ湖があり、 ミッションビエホ市民の民間団体が、水際の注文住宅、集合住宅、貸しボ坊と及び水泳小浜を備えている。ミッションビエホ市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の雇用支トップ10は以下の通りである。市内登録有権者は56,286人おり、このうち31,090人は共和党を14,319人は、 民主党を支持しており、8790人は支持政党を表明せず、残り2087人は少数政党支持者だった。カリフォルニア州議会では上院の第33及び下院の第71選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第42選挙区に属し、クック投票動向指数では共和党プラス10となっている。 2010年時点ですべて共和党議員が務めている。市内には青年用複合運動施設であるミッションビエホユースアスレティック公園がある。この公園には8面の野球場と5面のサッカー場がある。ここをリトルリーグの第68地区とアメリカ青年サッカー機構の第84地区が使用し、サッカークラブとしてはパテアドレス、ミッションビエホ、 ウェストコースとサドルバック統合の4クラブがある。1970年代と1980年代には、ミッションビエホナダドーレス水泳チームとミッションビエホナダドーレス飛び込みチームが全国選手権で何度か優勝し、多くのオリンピック出場選手や世界記録保持者を生み出してきた。オリンピック出場選手としては、シャーリー・ババショフ、ブライアングッテル、ラーソン・ジェンソン、 メアリー・アングラハム、ニコル・クラマー、ケイシー・コンバース、マルシア・モレー、ダラ・トーレス、グレゴリー・ローガニストがいた。1984年にロサンゼルスで開催されたオリンピックでは、自転車競技、ロードレースを市内で開催した。これを記念して、それまでのオニール道路が、オリンピアード道路と改名された。現在町の青年サッカー指導に使われている。 サッカー専用施設があり、1994年にアメリカで開催されたサッカーワールドカップの前と期間中にアメリカ代表チームが練習場として使った。ミッションビエイホはアメリカ青年サッカー機構の地区としては国内最大である。サドルバックカレッジ球技場では1996年から2001年までマイナーリーグ野球のウェスタンベースボールリーグに所属する。 ミッションビエホビジランティスが試合を行っていた。現在は、セミプロの大学チーム、オレンジカウンティファイアーが使用している。ミッションビエホ市からは、ニューヨークジェッツのクォーターバックであるマーク・サンチェス、ニューヨークヤンキースの投手であるフィル・ヒューズ、アリゾナダイヤモンドバックスの一類一種であるアダム・ラ・ローシュが出ている。ミッションビエホの公共教育は、地域によって、カピストラーノと、 サドルバックバレーという二つの統一教育学区に分かれ、どちらの学区に含まれるかによって、学校の修行,修行日程が異なる。カピストラーの統一教育学区は、市内の東部、北東部及び南部を管轄しており、八つの学校がある。2006年時点でこの学区の高校生はすべてカピストラーのバレー高校に通っている。市内西部の生徒は、 サドルバックバレー統一教育学区のミッションビエホ高校に通っている。市内最北部の生徒はサドルバックバレー統一教育学区のトラブコヒルズ高校に通っているが、そこの生徒の大半はシルベラド高校、ミラモンテ高校及びパスファインダー高校は継続学習と成人用の学校である。シルベラド高校は全日制だがミラモンテ高校は 同じキャンパスを使いながら厳格な独立系教育を行っている。市内南部、ザ・ショップス・アット・ミッション・ビエホとカピストラーのバレー高校に近いサドルバック・カレッジは大規模なコミュニティ・カレッジである。その島以降に同じく2年生のアーバイン・バレーカレッジがある。さらに、カリフォルニア大学アーバイン校、チャップマン大学、アメリカ総価大学及びカリフォルニア州立大学。 フラトン校といった4年生大学も近隣都市に位置している。ラティエラ小学校は予算縮小のために2009年6月で閉校になった。この学校は小規模で児童数が少なかったので選定された。今後通知があるまで閉校されたままである。ミッションビエホ守民はこの小学校を大きな心を持った小さな学校と呼んでいる。ここの児童は デルセロ小学校に転校となった。市内初の小学校であるオニール小学校もサドルバックバレー統一教育学区の予算縮小で2009年6月で閉校になった。この学校の周りのディアンヌコミュニティに住む児童は近くのデポルトラ小学校に転校した。湖の北に家がある児童はランチョサンタ・マルガリータにあるメリンダ・ハイツ小学校に転校した。 カピストラーの統一教育学区の小学校は6校、中学校は1校、高校は2校である。サドルバックバレー統一教育学区の小学校は、現在7校、中学校は2校、高校は2校である。この他に、私立学校が2校ある。フローレンス・ジョイナーオリンピック公園。ありがとうございます。